バイノ・シーカニ・エミはフィンランドの陸上競技選手である。彼は1912年に開催されたストックホルムオリンピックのやり投げで銀メダルを獲得した。シーカニ・エミはストックホルムオリンピックでやり投げ及びやり投げの2種目に出場している。やり投げでは52メートル43センチを記録して予選全体で25選手中5番目の成績だったが、 決勝に進めたのは予選上位の3選手だけに限られていたためにメダル獲得はならなかった。14選手が出場したやり投げでは各選手が左右それぞれの手で3回ずつ計6回の投てきを行った。シーカニエミは右手の第1投目54.09メートルと左手での第3投目47.04メートルがベストの記録となり、 その合計が101.13メートルで同じくフィンランド代表のユーホサーリストに次いで2位となり銀メダル獲得を果たした。なお、3位にも同じくフィンランド代表のウルホ・ペルトネンが入りフィンランド勢がメダルを独占する結果となった。槍投げは左右それぞれの手で槍の投擲を行いその合計距離を競う種目である。この種目は1912年の ストックホルムオリンピックのみで競技種目に採用された。アスレチックス・アット・ザ・1912ストックホルム・サマー・ゲームズメンズ・ジャベリンスロー・クオリファイングラウンド・アーカイブド2012年11月12日アット・ザ・ウェイバック・マシン2011年7月30日閲覧アスレチックス・アット・ザ・1912ストックホルム・サマー・ゲームズ メンズジャベリンスロー2011年7月30日、閲覧。アスレチックスアットザ1912ストックホルムサマー、ゲームズ、メンズジャベリンスロー、ボースハンズクオリファイングラウンドアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン2011年7月30日、閲覧。アスレチックスアットザ1912ストックホルムサマー、ゲームズ、メンズジャベリンスロー、 ボースハンサルカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン2011年7月30日、閲覧。ありがとうございます。